ないしょ。まっすぐ。52の上げ。おお、いいんじゃないですか。これはまっすぐピンに向かって。虫てかジーンってなったのかと思った。虫いいんじゃない。うまい、入った。すごい、ナイス、すごい、吸い込まれた。うわ、早いね。全然切れないし。今狙ってました。狙った。はい、入ったってちょっと思った。あー、でもラッキー、ラッキー狙ってたけど入るとまでは思ってなかった。めっちゃ乗ってたもんね、うん、う、引き寄せられてた。左サイドからスパーク打ちたい。でもなんかボコボコしてたって。左は正面のバンカー狙いで右の木が気になるらしい。お別れの一番好きなホールとかあります？嫌いなホール嫌いなホールナンバー？私嫌いな8番。あの右と左にフェアウェイがあって、真ん中にこうクリーク、そうクリークがこう真ん中とあと前にこう流れてて、でその先もクリーク、この字にクリークがこうあるから、うん、クリークを打ち上げ、うん、難しい。そう、ベストスコアがカポレ。私はカポレ。ハワイがベスト。お別れのベストやばいよ多分。なんだろう、いくつだろう。お別れで一番良かったのいくつですか。私70台あるよ。私ないよね、80いくつ。これもいい。あ、行かない、前に。思いのほか右に。入れ。おー、12フィート。12フィート早い。来た。ナイス。
お右に乗った。あれ辛い、あれ辛いね、あのパターやばい。グニャのパッド、皆さんこれが2パッドでいったら拍手してください。おお、いいんじゃない。あ、やい、あ、でもでも止まった止まった、やりすぎた、やりすぎた。これもいいんじゃない、いいんじゃない、早い。もうね、グリーンがうねうねなんですわ。どこに落としても難しい。そうだ、おー、2パットで行ったよ。拍手出てます今、パチ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 。来た、おここは僕が220でバンカー突き抜けて OB です。飛ぶ人は右の池の上から行く人も結構います。じゃん、にわか？あれじゃん、もう邪魔にならないですね。おー、かわいい。池を越えたいまゆちゃんです。夏だったらまだしまえるぐらい売ってるようになりたい。体重1キロ何キロ増やすと何ヤードだよみたいな話したよね。した気がする、忘れちゃったよ。やっぱ体重なのかな、飛距離は。体重も必要らしいですよ、ブレないもんね。何かんとセイラは空手黒帯だから。嘘でしょ、もう筋肉ないけど。え、その型じゃなくてやる方、組む方。あ、うん、組んだりしてた。あれですね、警察、え、警察とか空手じゃなかったっけ。あ、そうそうそう、そうだよね、そうそうそう、ああいう組手みたいなのできちゃうってこと。そうそう、それでよくなんか全国大会とか行ってたから。すごい、え、空手部ってこと。え、部活じゃなくて普通のところの道場に行って黒帯取って、で試合して、うん、3位とかそういうのは何回か取ってるけど。すごい、ちょっと意外な意外な趣味というか。若い時です、今もしてない。今はしてない。何部ですか、もテイラちゃんは。帰宅部。嘘、まさかの帰宅部。バスケとかバレーとかじゃないの。帰宅部。へー、帰宅して即バイトに行く。あー、この背を生かさないで帰宅部。綺麗に帰る。会話が超面白いね。綺麗に帰る。帰る。あー、そうそうそう、惜しい。
ございます。あそこまで行くと大叩きないね。ない、はい、おものすごいキックした。陸上部？あ、じゃあ昔から走るの得意なんだ。あとね、女子サッカーやってた。え？またまた小学校とか中学校。サッカー部。あ、昔からじゃあ走る系が好き？じゃなくてクラブチームのサッカー、女子サッカーやってた。なんか足速そうだもんね、長距離とか。まあまあ速かったです。うん、短距離も速い？短距離の方が好きでした。走りそう。ちょっと片足が水に気合で打つらしい。受けないよ、受けないからカットだ。うわうまいじゃん、めっちゃ。これすごい。しかもめっちゃ寄ってるよ。めっちゃ寄ってる。すごい、すごい、ナイスウォーターショット。こんな綺麗な景色で、このパーはすごいよ。入れよう。ナイスパー。ウォーターショットからのパーです。今日のハイライト、これがあればよかったね。完璧。ボロボロ。なかなかあそこからクラブ開いて、あの傾斜を使ってカットに入れました。カットに入れたね、今。カットに入れました。カットマン。カットマン。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。